さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。私たちは元気です。ちょっと喉が割れてますけどね、申し訳ありません。今日は無理しないでくださいね、はい、さあミシェルさん、突然ですが、はい、組織を30年続けるってなかなか大変なことだと思いませんか。いや、それはもう本当に大変なことだと思うね。だいたい会社って設立して10年でどのぐらいが倒産するんだろうかね。結構でしょ。よく言いますよね、10年持つと、持つだけですごいことだっていう、ね、大変だよな。そんな中、今回の企業様は横浜の地で30年、税理士法人として中小企業の成長、発展を支えていらっしゃるという、こんな企業様です。どうぞ。さまざまな職業があふれる現代社会、そんな中急速な進化を遂げているのが人工知能 AI である。機械技術の台頭によって将来人間が仕事を失う可能性など、すでに企業間の競争だけでなく機械との職業争いまで危惧されている。そんな時代に人ならではの視点を武器に中小企業の成長、発展、安定に貢献している男がここにいる。ベイヒルズ税理士法人代表社員岡春庭。創業は昭和63年、横浜を拠点に経営改善から相続対策に至るまでトータル的なサポートを行うベイヒルズ税理士法人では、お客様の安心を第一に考え、さまざまなサービスを提案。さらに社員一人一人が働きやすい環境を作ることで、機械にはない人間味のあふれる企業であり続けている。今回は岡春庭をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。業務内容も具体的に教えていただけますか。そうですね、大きくは3つございまして、一つは会計面、二つ目が税務面、三つ目が経営支援面という形になります。まあ、会計面についてはいろんな会計帳簿の作成をしたり決算書を作ったり、税務面についてはいろんな、まあ税務相談もそうですけども、税務の申告というのがありますので、まあ、これは税理士に認め、専属的に認められたものなんですけどもね。まあ、法人税の申告、相続税の申告、まあ、各種の税務申告があります。まあ、そういうものと、まあ、3つ目が経営支援面ですけども、まあ、いろんな、企業の経営者の、まあ経営を良くするための支援サービスということで、まあ、いろんなジャンルにわたっての、サービスを提供しております、はい、創業当時のお話もお伺いしたいなと思うんですが。ああ、そうですか。どんな経緯だったんですか。そうですね、まあ、私はずっと大手の電機メーカー勤めてまして、約10年ほどですかね。その時に、一生この会社に行って退職する時絶対後悔するなと思ったんですね。じゃあ何かちょっと自分で一人でできることないのかなということで、まあ、この業界に進んだわけなんですね。約6年間そういう、まあ、修行というんですかね、そういう大きな税理士事務所に勤めまして独立したんですけども、その時に私の、家の財産を預貯金を見ると、1年間はなんとか持つかなと、もし切り詰めると1年半は持つかなということでスタートしまして、まあ、だけどやるしかないなということで、まあ、ちょっとある意味じゃ背水の陣的なところがございましたかね。ここまで事業に打ち込み続けてきた岡に訪れたある転機。その後の事業にも大きな影響を与えたそのターニングポイントについて、さらに詳しく話を聞いた。2013年に法人化された時に組織体制も強化されたっていう、ね、そうですね、うん、2002年に税理士法が改正になりまして、大きな改正だったんですね。それは3つありましてですね、1つはその初めて税理士は税理士法人にできるということになったんですね。まあ、2つ目は広告規制されてたんですけども、まあ、あの一部広告規制というのはありますけど、ほとんどまあ広告はいいよと。
で3つ目が顧問料という我々の報酬の規則というか報酬規定というのが撤廃になったんですね。要するに税理士もこれから自由競争の時代で自分で法律に守られるんじゃなくてね、自分でちゃんとやっていきなさいというそういう時代に入ったんですね。それで、それとまあ税理士というのはもともと一身専属というんですかね、もし私が何かあった時に、働いている社員も路頭に迷うわけですし、まあ抱えているクライアントの方にもね、我々の業務を提供できないという非常に大きな迷惑を与える。それと税務に対するニーズが非常に高度化複雑化してきてるんですね。ですからそれを私一人がじゃあそれやると言っても限られますから、やっぱりそれはいい、そういういい人材をもっと揃えないといけないなと。それと、自由競争の時代ということはもう一人でやる時代じゃなくて組織として対応しないといけないなと、まあ、それがまあ大きな組織化の、まあ狙いというんですかね、そういうことになりました。現段階では業界の動向ってもう刻々と変わってると思うんですけど、今どうですか？そうですね、まあ、大きな流れはですね、やっぱりあの IT の流れと今は AI と言いますよね。それが本当に今極端というか非常にすごい進化してますので、まあ我々の業界でいきますと今では経理をまあ時系化というかね、まあ帳簿をちゃんとつけてくださいよというのをもうちゃんと、今はまあクラウド会計と言いますけども、ちゃんと自分で、帳簿をつけなくても、まあコンピューターの画面でちゃんと帳簿ができますよねと、そういうふうな、ができるようにしましょうよという時代からですね、まあやその例えば通帳があったりあるいは領収書があったらそれを自動的に読み込んで、まあ、仕分けをするというんですかね、そうすると自動的に帳簿ができる時代になってきたんですね。これは何とか経費だとか何とかってみんな分かるんですか？分かるんですね、まあ、最初機械が頭がいいですからどんどん覚えていってくれるんです。でさらにはですね、それは経理だけですけども業務の自動化といって例えば請求書を送りますよというのもね、請求書を送るそれだとじゃあどこそこの会社にいくらの売り上げが上がったというのも自動的にまあ仕分けされて帳簿になってくるんですね。だからその人がいらなくなるんですよね、極端な話会社もね。ということは我々もそういうお仕事をしていると我々もいらないですねとなりますので、もうこういう業界のこれからの流れにどう我々も対応していくかね、非常に大きな課題になってますね。さらなる競争が予想される税理士業界でベイヒルズは新たなサービスも取り組み始めた。その事業内容とは一体どのようなものなのか、さらに詳しく話を聞いた。そういう状況の中で業務の中で特に力入れてらっしゃることってどういうことなんですか？我々専門家としてできること、まあ人間としてできること、人間機械ではできないこと、まあ日本の企業の赤字割合というのはだいたい7割近いんですよ。10社に7社が赤字だ。じゃあその7割の赤字の会社にのニーズというのはじゃあうちの会社赤字から何とか黒字にしたいよとか、何とか黒字がなカスカスだけどもっと黒字にしたい、これからどういうふうにして経営を良くしていけばいいかというそういうニーズが非常に高いですので、それを個々の企業のニーズに合った経営改善支援というものを我々やらないといけないねと、ということで今それに力を入れてます。言ってみればコンサルティング的なものになるんですけども、まあ、私どもはベイヒルズ税理士法人と申し上げてますけれども、その名前を取ってベイヒルズコースといってですね、それを今提供してきております。まあ、一つはその経営、まあ、企業の経営に対する支援ということですけれども、もう一つは非常に経営者というのは苦労してますよね、経営に苦労してます。経営者の三大悩みというのは売上を上げること、資金繰りをうまく回すことで、人の悩みを解決すること、非常にもう神経もすり減らし時間を使い非常に苦労されている、そういう方のまあライフプランの相談に乗ってあげたり、じゃあ資産形成のお手伝いをしたり、
あるいはずっと行くと、じゃあそのうちの相続をどうしようかとか、相続税対策をどうするかとか、まあそういうものの、まあ個人としての、支援というんですかね、をしていこうと。で、私、これは私の造語になると思うんですけども、それをウェルス経営、ウェルスライフという言い方をしてます。まあ、それが、まあ、これからの我々の業界としてやっぱり目指すべき道じゃないのかなと思ってます。今言われたような、ね、ことの中でこういう本も、ね、出されて、はい、会社を黒字にするとっておきの経営革新術。あ、そうですね、はい、黒字に持っていくぞみたいな、これは私の思いがこもった本でございまして、あ、はい、ここが間違いやすい相続贈与、これは今本当に話題になってますもん ね、困ってらっしゃる方が特に多いと、はい、うちもあの毎日のようにいろんな相談にお見えになりますね。あ、ありがとうございます。また今後新たな目標展開を教えていただけますか。はい、あ、そうですね、今約50名余りなんですけども、約やっぱり今の2倍の100名体制ぐらいにはしていきたいなと。で、ただ少数精鋭というんですかね、数が、まあ、人数が大きければいいというんじゃなくて、その急な拡大となるとやはり業務の品質が落ちてしまう。やっぱり忙しい、やっぱり例えばクライアントの数が増えて忙しいとなると、やる人間、やれる一人がやれるお客さんの数というのは限られますので、そうすると足りないから、じゃあとりあえず採用するかとなると、やはり人の低下、レベルの低下、業務品質の低下となりますので、それは良くないと思ってますので、まあ地道に少しずつ増やしていきたいなと。で、より高付加価値な業務を提供して高収益な事務所、生産性も当然高いで、待遇も高待遇になれる。で、あそこの税理士法人はいい仕事をしてるね、じゃあうちあそこに顧問を頼みたいねという、まあちょっと、大げさになりますけども、日本一顧問に頼みたい税理士法人、日本一社員になりたい税理士法人になりたいなという、ちょっとね、そういう思いでおります。日本一の企業を目指し一歩一歩進み続ける岡春には、そんな男が胸に刻んだ格言とは。まずその時におけるベストを尽くすということがあります。自分で、まあ、これ以上はもうやりようがないよと、となるとあとはもう別に宗教でもないですけど、あとは神様だけが知っていることで、もしそれがうまくいかなかったとしても後悔する必要ないじゃないですか。あとはもうベストを尽くしたんだから、もうしょうがないよねと、ということが一つの自分の信念としてありますね。で、もう一つあるとすると、まあ月並みですけど、人間には無限力があるというんですかね。自分で自分の枠を決めてしまうと、それ以上大きくならないですよね。無理だと思っても、あ、こういうふうにしてやろう、あ、やりたいな、こういう願望思いがあれば自然に近づくんじゃないのかなと。それを2つを大事にしてい、きたいなと思ってますね。素晴らしい。ますます今のようにね、その凛とした姿でね、息子さんも含めて、はい、会社様の今後の、ね、はい、発展を記念しておりますから、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。